プトラジャヤは、マレーシアの行政新首都として開発中の連邦直轄領。首都クアラルンプールの南方、約2 5トルに位置する。人口はおよそ8万人で、ほとんどが政府機関で働く職員とその家族である。第四代首相、マハティールの提唱により、1990年代半ばから開発が着手された。 首都機能のプトラジャヤへの移転はあるものの、マレーシアの首都はクアラルンプールのままであり、国会もクアラルンプールにある。氏名のプトラジャヤは、初代首相のトゥンク・アブドゥルラーマンにちなんでいる。プートラは、マレー語で、王子を意味し、ジャヤは、勝利を意味している。なお、中国語では、布状と表記される。1980年代、過密化が進むクアラルンプールから、 行政機構を移転させる構想が第四大首相のマハティールによって発表された。新しい首都はクアラルンプールとクアラルンプール国際空港の間に建設するのが望ましいと提案され、1990年代中期にスランゴール州との交渉に入った。その結果、連邦政府はスランゴール州から4 6キロ平方メートルの土地を購入した。新首都は バンダーラやタマン、バンダーラやベストリーをテーマに設計され、都市の38%を緑地として保存するように計画された。プトラジャイアの建設は、マレーシア最大の国家プロジェクトとして、マレーシアの建設会社の手によって1995年8月に始まった。建設費は81億ベイドルを見込んだ。1997年のアジア通貨危機によって、工事は遅れ。 1999年に首相官邸の機能の一部がプトラジャヤに移転を開始2001年2月にはクアラルンプールトラブアンに次いでマレーシアで3番目の連邦直轄領となった2002年クレアトランジットという高速鉄道がセパン市のクアラルンプール国際空港やクアラルンプールのクアラルンプールセントラル駅とプトラジャヤとの間に完成した計画されていた プトラジャヤモノレールは、費用の面で建設が中止された。プトラジャヤのパノラマ中央の休憩屋根の建物がプトラ、モスク左側の建物が首相官邸、丘の上に点在する赤い屋根の建物が住居棟。ありがとうございます。